俺は鍋島センター、小説家兼探偵だ。ミステリー作家の推理力を生かして探偵をして、できれば小説の中だけで生きていたいが、現実が俺を必要としてるんで仕方ない。ん？今どっちの世界にいるんだって？小説という現実の中。鍋島先生。おお。今週号が出ました。彼女は小南アリサ。昔の俺の担当編集で今は週刊誌の記者をしている。あー、見たい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 。このバイタリティにあふれるミスは中園ミチオ、俺の秘書兼探偵助手だ。百人一首連続殺人事件、殺人現場に残されたカルタ札のメッセージとは。小南、お前の記事大評判だぞ。よくやった。褒めてくれるなら怒鳴らないでくれますか。この調子でいくぞ。さっさとカルタの謎を解け。絶対にうちがスクープするぞ。言うのは簡単ですけどね。まったくだ。二度あることは三度あるとはよく言ったもんだ。被害者は渋谷智子。自宅マンションの前で転落死しているのが発見された。そして止めどす片し橋整え。これまで通り現場から百人一首のカルタ札が見つかった。つまり三つ目の事件ってことだ。また下野か。好き勝手やりやがって。ああ、早く止めないと。お言葉ですが、殺人ではなく自殺で間違いありません。自殺だ。はい、岸川が自殺だっていう根拠はこうだ。亡くなった渋谷智子の部屋は鍵がかかっていて密室だった。といってもベランダの窓は開いてたけどね。この椅子を踏み台にして柵を越え飛び降りたように見える。あ、おじゃ。この部屋は4階です。何者かが侵入したとは考えられません。なるほど。それに遺書もあったぞ。仕事に疲れました、ごめんなさい。彼女の仕事ってなんだ。アクセサリーブランドラクシムのデザイナーアシスタントだったらしい。3日前に会社を辞めたいと連絡して、それから欠勤していたようだ。デザイナーになれる自信がなくなったんでしょうね。自殺を装うストーリーは完璧ってわけか。いや、ちょっと誰かが自殺を偽装して殺害したって言いたいんですか。当然だ。ああ、こんなにコーヒーに砂糖とミルク入れちゃったら香りが台無しやねえか。そのカップの中身は鑑識に調べるように言ってある。おお、お手柄お手柄。この部屋にはもう一人いたかもしれないな。え、ここにコーヒーカップが一つ、それとここにも一つ。誰かが訪ねてきてた可能性があるって。ちょっとそもそもこの部屋は鍵がかかっていたんですよ。この部屋の鍵だって亡くなった渋谷智子さんが持っていました。他殺の可能性は何だって言うんですか。あのな、これだよ。このカルタが連続殺人の何よりの証拠だ。そういうことだ。最初の事件の被害者は芸能事務所のマネージャー六本木浩太。第二の事件の被害者はキングズファイナンス社長の白金秀一。何者かから突然メールが届き、完全犯罪を指南する闇サイトに導かれたという。サイトの指示通りにトリックを実行し、現場にカルタ札を置いたと。しかしその闇サイトの管理人が誰なのかはまだ分かっていない。乙女の姿しばしとどめん。3枚目も下の句ですね。しかし編集長自らが取材とは力が入ってますね。この一連の事件を追うことは自分の使命だと感じてます。ジャーナリスト魂ですから。
先生、これはどんな歌なんですか？うん、天津風、雲の通い路、吹き閉じよ乙女の姿、しばしとどめ。まあ、一言で言えば天には美しいな、そういう歌だな。1枚目は爽やかな気持ちを詠んだ歌、2枚目は恋の歌、3枚目は天女。どの歌にも関連性はありませんね。そうなんですよ。でも3年前の正人の事件も絶対に今回の連続殺人とつながってる。3年前、彼女の恋人でジャーナリストの二宮正人が何者かに階段から突き落とされた。命は助かったものの、未だに意識不明のまま。正人はあるメッセージを携帯に残していた。それはカルタという謎の一言。正人、絶対に犯人を見つけるからね。俺たちは被害者の渋谷智子の会社に向かった。アリサの話じゃ、ここラクシュムは人気のアクセサリーブランドだそうだ。お待たせしました。ご案内します。彼女はキラ・アカリ、この会社のマネージャーだという。渋谷さんの話でしたよね。ええ、会社を辞めたいと3日前に連絡があったそうですね。それで欠勤していたと。はい、突然のことで驚いてました。ここのところ展示会の準備などで忙しかったですから、疲れただけじゃないかと様子を見ていたんです。渋谷さんはこちらの会社のデザイナーのアシスタントをしてたそうですが、そのデザイナーの方というのは。お待たせしました。どうも、キラヒカルです。この男がキラヒカル、人気デザイナーで社長、マネージャーのキラ・アカリの兄でもある。展示会の準備が忙しいんで手短にお願いします。渋谷さんの件ですよね。ええ、キラさんのアシスタントだったようですね。ええ、とは言っても僕も何かと忙しくて彼女とはほぼ接点がないんですよ。おい、僕はブラックしか飲まないよ、いい加減覚えたらどうだ。すみません。最近の若い子はなんとなく仕事をしてちょっとしたストレスですぐ辞めてしまいますからね。本当参りますよ。やっぱりあれですかね、渋谷智子さんもそういったストレスを抱えてたんでしょうか。さあ、少なくとも僕の方がストレスを溜めているとは思いますが。そりゃそうですよね。あの、渋谷智子さんのデスクを見せていただけますか。何か手がかりがあるかもしれないので。彼女のデスクの中のものは全て処分しました。もう処分されたんですか。先生、ちょっとお話。今出かけるとこなんだよ、急ぎなの。急いでます。もうこの年ですし、チャンスがあれば一度はウェディングドレスを着てみたいって思ってましたから。何の話。結婚の話です。結婚、いい人いたの。ええ、実業家で、ハンサムで、まだお付き合いする前ですが。みっともさ、お付き合いしてからにしようね、結婚の話。でもスペアは私のものですか。うん、社員の一人がそう証言したんだ。あかり、スペアは私のものよ、返して。落ち着いて、トモコ。スペアを返してよ。スペアを返して。スペアって合鍵のことじゃないですか。うん、俺もそう思う。いや、だけどなんでキラ・アカリが渋谷智子の部屋の合鍵持ってんだ。調べたところ、キラ・アカリと渋谷智子は美大の頃からの親友だったってことが分かった。しかもあの部屋はもともとキラ・アカリの部屋で、1年前まで2人でルームシェアをしてたらしいんだ。キラ・アカリがあの部屋の合鍵を持っていなかったか不動産に裏取りしてみるよ。ちょっと待て。じゃあキラ・アカリが渋谷智子を殺す動機って何なんだ。女の嫉妬だよ。3年前渋谷智子を光に紹介したのは妹のアカリだった。光は自分のアシスタントに渋谷智子を選び、アカリをデザイン部門から外してマネージャーにしたんだ。なるほど、よく調べたな。愛の力ってのはすごいな。は？
私は智子の部屋の合鍵なんて持っていません。渋谷さんと何かトラブルがあったんじゃないですか？何もありません。渋谷さんとは学生時代からの親友だったのに、隠していたのはなぜです？別に隠してたわけじゃ。ここで何やってるんですか？トイレと間違えて入ってきちゃいました。いやいや、どうも失礼しました。ああ、はい。明かりのことを嗅ぎ回ってるようですね。もしかして何か疑ってますか？ええ、そんな。渋谷智子さんは自殺みたいですしね。そうですか、ならよかった。では、それにしてもとてもデザイナーさんの部屋とは思えませんね。ここは社長室ですから、ビジネスの業務に専念する部屋なんです。なるほど。じゃあデザインもどちらで？アトリエでやってます。集中して一人で。ああ、いや、でもそのアトリエもさぞかし素敵な部屋なんでしょうね。タワーマンションの高層階かなんかにあったりしてね。一度お邪魔してみたいな。人生に永遠はない。大切な人との別れはいつも突然にやってくるものだ。起きてよ、マサト。その日、アリサの恋人は静かに息を引き取った。振り出しに戻ったよ。キラー・アカリは合鍵を持っていない。ルームシェアを解消してすぐ渋谷智子は鍵を交換していた。そうか。渋谷智子が明かりに返せと言ったスペアって一体何だったんだ？あの兄弟には必ず何か秘密がある。あかり、大丈夫か？長い間お世話になりました。何それ、どういう意味？やっぱり私結婚することになりそうです。わお。じゃあプレゼントもらっちゃったんです、カーレーに。そりゃよかったね、おめでとう。あれ、これ六州のネックレスじゃない？あれ、気づいちゃいました？恋人に合鍵を渡すって意味が込められてるんですって。ラブスペアって言うんです。ラブスペア。私彼から合鍵渡されちゃいました。そういうことか。ところがそれから恋人は音信不通。俺は道夫さんから何としてでも結婚詐欺師を見つけてくださいという依頼を受けることになる。キラさん、これは偶然ですね。ええ。あ、偶然じゃないか。だってこのマンションの505号室ですもんね、キラさんのアトリエがあるのは。よくご存知で。じゃあこれは偶然ですかね。キラさんのアトリエがちょうど渋谷さんの部屋の真上に位置してるっていうのは。偶然です。あの部屋は明かりが住んでた部屋ですから。アトリエとは名ばかりで殺風景な部屋でしょう。いやいやいや、素敵なアトリエじゃないですか。コーヒーでいいですか？あ、もうどうぞお構いなく。
ここが全ての原点なんですよね。人気ブランドラクシムはここからスタートした。ええ、昔はここが自宅兼事務所でした。下の階には妹が住んで、この部屋で朝から深夜まで脇目も振らずデザインを描いていました。それでなんですね。一人でデザインをするときは未だにこのアトリエが一番落ち着くっていうのは。あの時の会話だけでこのアトリエを調べ上げたんですか。すごいや鍋島さん。でも残念ですが疑っても無駄ですよ。うん、どういう意味ですか。このアトリエには誰一人立ち入らせません。今じゃ妹の明かりが来ることもない。このアトリエの存在は社員も知らないんです。そうなんですか。じゃあもしかするとこのマンションに住んでる渋谷智子さんもこのアトリエには来たことがなかったりするんですか。ええ、一度も。ここは私がデザインに集中する場所ですから誰も来ることはありません。どうぞ。おう、ありがとうございます。大変申し訳ないんですけど、コーヒーに入れる砂糖とかミルクとかありませんか。僕ブラックコーヒー苦手なんです。 ありますよ。ああ、そりゃ助かる。あ、すいませんね。そうですか。ニューヨークで個展を開くような世界的なデザイナーでも一人になりたい時があるんですね。私はデザインができればそれでいいんです。本当は会社だって名誉だっていらない。時には重い荷物を下ろしたくもなる。分かっていただけますか鍋島さん。天才っていうのは孤独なもんなんですね。これで全ての謎が解けました。今回のヒントはこれです。この部屋の鍵だって亡くなった渋谷智子さんが持っています。仕事に疲れました、ごめんなさい。こんなにコーヒーに砂糖とミルク入れちゃったら香りが台無しやねん。このアトリエには誰一人立ち入らせません。コーヒーに入れる砂糖とかミルクとかありませんか。ありますよ。ラブスペアって言うんです。もうお分かりですよね。謎解きは CM の後で。新時代のパチンコパチスロアプリ、基本無料で遊んで出玉を貯めて豪華景品をもらおう。大人気機種を多数ラインナップ、37リアル。一体何の用ですか、私たちを呼び出して。鍋島さんたちは渋谷さんの転落死が自殺じゃなかったと疑ってるんですよね。はい、間違いなく殺人です。彼女の部屋は鍵が閉まっていたと聞きました。ちょっと無理がありませんか。いいえ、自殺って考える方が無理があります。どういう意味ですか。渋谷さんが鍵を持ったまま亡くなっていたからです。いいですか。もし彼女が自分の部屋から飛び降りたとしましょう。その場合、内鍵を閉めるのに鍵が必要ですか。必要ありませんよね。なのに彼女は鍵を持ったまま飛び降りた。ほら、これはちょっと不自然じゃありませんか。ね、自殺を考えにくいでしょう。じゃあどうして智子は鍵を持っていたんですか。それは簡単です。部屋から出て鍵を閉めるためにです。じゃあ智子はどこから飛び降りたって言うんですか。ここです。渋谷さんはこの部屋のこのベランダから突き落とされたんです。ヒカルさん、あなたにね。お兄ちゃんが。鍋島さん言ったでしょう、この部屋には誰一人入ることはないと。渋谷さんだって来たことはない。それは嘘だ。渋谷さんは年中この部屋に出入りしてたはずです。何か証拠でもあるんですか。あれです、コーヒーに入れるミルクと砂糖。どうしてそれが証拠に。
あなたはドリップでコーヒーを入れるほどのコーヒー通だ。もちろん香りを楽しむために砂糖やミルクは入れないブラック派そうですよね。あなたが言うように本当にこの部屋に誰も入れないんだとしたらこんなものは必要ないはずでしょ。でもあるということはコーヒーにミルクや砂糖を入れるのが好きな人がこの部屋に出入りしていたということだ。違いますか？渋谷智子だ。彼女の部屋にはミルクと砂糖がたっぷり入った飲みかけのコーヒーが残されていた。 That's right。 今回の事件のからくりはこうだ。渋谷智子の部屋を訪れたあなたはまずクロロホルムか何かで気を失わせた。次にベランダの窓を開け椅子を置いてそこから転落したように偽装し、筆跡がわからないように衣装をパソコンで偽装し、カップを洗って自分が訪れていた気配を消した。続いて朦朧とした渋谷さんを部屋から連れ出し部屋の鍵を閉める。これで単純だが密室の完成だ。そして真上に位置するこの部屋に連れてきて鍵とカルタ札を持たせベランダから突き落とした。飛び降りる高さや場所が大きく違えばすぐに警察にバレてしまう。一階だけ真上の部屋というのが今回のトリックのまさに鍵だったんです。嘘、嘘だよねお兄ちゃん。でも動機は何なんですか？渋谷さんがスペアを返してとあかりさんに迫っていたという証言を得ています。それは人気商品のラブスペアのことだ。あれをデザインしたのは渋谷さんだった。渋谷智子さんはあなたのゴーストデザイナーだった。ええ、そうです、その通りだ。智子には抜群のデザインセンスがありました。でもね、彼女のは売れるデザインじゃなかったんです。だから私が手を加えて発表したんです。ラブスペアがヒットして智子は変わりました。自分がデザイナーだと告発すると私を脅した。そんなことをされたらブランドは終わりです。だから絶対にバレない完全犯罪の方法を教えるというサイトの指示に従って渋谷さんを殺害して百人一首のカルタ札を置いた。そうですね。どうしてそれを？ゴーストの方が自分より優秀だというのも考えものですね。センターおじさん、俺昇進することになったよ。出世か、おめでとう。でも断ろうと思う。なんで？だってこれまで全部おじさんの力でやってきた。おじさんが推理して俺はただ捕まえるだけ。それなのに出世なんてできないよ。捕まえりゃ一緒だ。俺もそう思う。だからこのままで十分だ。悪い奴が捕まえられるならそれでいい。お前強いな。俺よりずっと強いわ。野次さん、もう少し俺のゴーストライターでいてくれないかな。アリサちゃんと彼氏の無念を晴らしたいんだ。アリサちゃん、犯人が見つかったって聞きました。話を聞かせてください。もう少し休んでた方がいいよ。無理しないで。捕まえたいんです、マサトを殺した犯人を。だからすぐにでもこの事件の真相を明かしたいんです。力を貸してください。お願いします。
俺が捕まえる。絶対に。謎を解くのはおじさんだけどね。俺たちが必ず真相を暴いてやる。約束だ。テキーラ3つ。いよいよエンドマークを打つ時が来たようだ。次で最後のチャプターにしてみせる。アリサちゃん、今は辛いだろうけど、苦しみや辛さだけが人を育てるんだ。強くなろうぜ、ヒデヤキみたいに。明日からの戦いに乾杯。乾杯。今回は完全なる密室だった。政治家の秘書さんですから、何かしらトラブルはつきものなんじゃ。彼は何を書こうとしてたんだ。この中に全部真実があります。全員ハッピーエンドなんていう物語はないからな。小説も人生もだ。小説家探偵鍋島センター第3話ご覧いただきありがとうございました。まあ3話も面白かったですね。いや面白かったです、ということで鍋島センター第3話プレゼントクイズ。はい、山村もみじさん演じる道代さんがもらったアクセサリーの名前は何でしょうか。大島さんはちなみにシュシュとカチューシャならどっちのアクセサリーが好きですか。いや両方似合うと思うんだけど、シュシュかな、似合いそう本当に思ってる。ということで正解者の中から抽選で毎週10名様に5000円の番組特製クオカードが当たります。正解だと思う番号を選んで携帯電話から通話するだけで応募が完了します。応募締め切りは3月28日の18時30分までです。電話番号をよくお確かめの上お間違いのないようお願いいたします。皆さんのご応募お待ちしてます。サミー公式グッズショップサミー商店オンライン、日用品アパレルなどここでしか手に入らないオリジナルグッズが勢ぞろいのサミー商店オンライン。サミー商店オンラインで検索。